こんにちは。今回のワンコ服はダイソー商品だけで作る着るブランケットです。ミシンもいらないどころか裁断もしないというとってもお手軽縫製なのに、ワンコがジャンプしても寝っ転がっても脱げない優れもの。1時間もかからず作れてしまうので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルは愛犬にぴったりサイズのワンコ服を作りたい、そんな方へ向けて作図から型紙作成、縫製までをご紹介するハウトゥーチャンネルです。世界に一つだけの特別なワンコ服作りのお手伝いをします。ぜひ一緒にハンドメイドを楽しみましょう。それではよろしくお願いします。レッツハンドメイド。今回の材料です。ダイソーで購入できるフリース肩掛け、似ている商品で膝掛けもありますが、そちらはループとボタンがついていないので、こちらの肩掛けの方を用意してください。あとはワンタッチホックと刺繍糸です。刺繍糸もダイソーのものです。私は色違いで2枚作ろうと思うので、肩掛けも2枚、ワンタッチホックも2個ありますが、1つだけ作る場合は肩掛け1枚、ワンタッチホック1個で大丈夫です。それでは着るブランケット作りスタートです。まずはボタンを取り外します。次にサイズを確かめます。ブランケットをとりあえず半分に折って首周りが足りているかどうか試してみました。ちょうど足りているようです。お腹周りも同じようにつまんで足りていることを確認しました。なのでうちの子の場合、半分に折って縫っていきたいと思います。ループを端にしたいので、このように半分に折ります。半分より大きい場合はこのように折り、小さい場合はこのように折ります。もっと小さい場合はループの位置を端ではなく端から少し離しており、反対側の端から同じ位置にボタンをつけることで首周りをより短くすることができます。また首周りより胴周りの方が長い場合も、ループとボタンの位置を端から離すことで対応ができます。お腹のボタンの位置は首に近づけることができるので、必要だったら位置の調節をしてください。折り方が決まったらざっくりと縫い留めます。わかりやすいように目立つ色の糸を使用していますが、実際は目立たない色の糸を使用してください。周りをぐるっとブランケットステッチで囲みます。縫い始めは2枚の間から向こう側の生地に針を入れます。次に手前から針を入れ、2枚の間から外に出します。その時、向こうから手前に来ている糸の右側から出るようにします。次のステッチを縫います。前のステッチから伸びる糸に引っ掛けます。この繰り返しで1周縫っていきます。角を縫うときは1針斜めにステッチを入れます。
バイアステープがない部分はステッチの高さに印をつけてから縫うと、きれいにステッチを入れることができます。ループのところはループの手前に糸を渡すか向こう側に渡すかはお好きな方で大丈夫です。縫い終わりは縫い始めの横糸に向こう側から糸を引っ掛けて、2枚の間から裏側の縫い目の根元に糸を出します。出せたら玉留めをして、玉留めの根元から2枚の間に針を刺して少し離れた適当な場所から出します。そしてその根元ギリギリで糸を切ります。こうすると玉留めから出た糸が中に入るので玉留めが目立ちません。半分に折り、反対側のループと同じ位置にボタンをつけます。最後にお腹側の方にワンタッチホックをつけます。私は端ギリギリにつけたいので、ステッチの内側のギリギリにボタンをつけます。以上で完成です。お疲れ様でした。今回のワンコ服はダイソー商品だけで作るギルブランケットでした。ミシンもいらず裁断もしないというとってもお手軽縫製はいかがでしたでしょうか。お腹のボタンはなくてもいいとも思うので、ボタンなしで作ってみて着せた感じ必要そうなら後からつけるという段取りでもいいかもしれません。ステッチに慣れてしまえば1時間もかからず作れてしまうので、市販のものを購入するより安価で済み、自分の手作りのものを身につけているワンコはとっても可愛いです。ぜひ制作にチャレンジしてみてください。次回も100円ショップの材料で作る高見え魔法のグッズを紹介します。よかったらチェックしてみてください。チャンネル登録や高評価などよろしくお願いします。次回もお楽しみに。